こんにちは、バスケユーチューバーの大出久弥一です。このチャンネルでは、1対1だったりとか、試合で使える技の解説などを行っているので、ぜひチャンネル登録といいなと思えば高評価よろしくお願いします。で、本日なんですけど、本日は僕肩怪我しててバスケできなくてこういう格好してるんですけど、大先輩の鈴木空選手と、動画撮れる機会があったので、今日は僕カメラマンとして回させていただきます。で、早速なんですけど、今日はやっぱみんな一番悩むであろうシュートのことを教えてもらおうと思います。で、実はこれ後撮りなんですけど、もう今日の内容がもうすっごい濃くて、一本ねオープニング撮ったんですけど、いやそれオープニングじゃ伝わんねえなと思って、今後撮りで皆さんに伝えようと思ってるんですけど、この動画はねマジで最後まで本当に見た方がいいです。この動画で3つ紹介するんですけど、軸のこと、連動性のこと、リリースのこと、でこの3つ紹介するんですけど、シュートに大事なことも全部詰まってて、ずっとシュートにこだわりを持ち続けてきて、今でもずっとシュートの研究をしている空くんに教えてもらえることなんで、マジで本当に有益情報なんで、ね、僕もシュート本当に苦手なんで、動画撮りながら学んでたんですけど、もうそのシュートに悩んで皆さん、もう今日はもう空くんに教えてもらえるんで、もう本当に悩み解決できると思うんで、ぜひ最後まで見ていってください。それでは早速やっていきたいと思います。お願いします。それでは空くんお願いします。はい、お願いします。最初にまず空くんのシュートフォームをやっぱりみんな見たいと思うんで、何本かスリーとかフリースローでもいいですけど打っていただければお願いします。まずズバリ、やっぱシュートっていうのは、例えば足が大事とかスナップが大事とかいろいろあると思うんですけど、そらくんの中でズバリシュートにおいて一番大事なことっていうのを教えていただきたいです。シュート大事なこと、軸体幹ってことですか？そうですね。でもなんかがっつり筋肉とかなんか体幹とかっていうイメージじゃなくて、自分の体の状態、まっすぐなのかちょっと右なのか左なのかっていうのをイメージできる能力が大事だと思います。自分は今この軸だからこのリリースとか。ああ、そう。例えば試合中とかだと、はい、じゃあステップバックをしてシュートを打ったとして、ステップバックするとまっすぐ、いつも通りこうまっすぐ打つのって難しくなると思うんで、はい、ステップバックして自分の体が、今だと僕は右利きなんで左側に倒れてるっていうか、重心がある状態で、この状態で打つ時にこれを感じれるか、この曲がってるっていうか倒れてる軸が分かってるかどうか。なるほど、難しい。難しいですね。だからまっすぐ打つ時は多分意識しなくてもずっとまっすぐだから、何本か練習してると入ったりとか、練習では入るとかっていうのがあると思うんですけど、自分が今どんな状態なのかっていうのを一瞬で、このステップバックの状況なら左側に流れてるからシュートを変えるとかはないんですけど、今の自分の体の状態を知ってないのに、分かってないのにシュートを打つと入らないんじゃないかなって思います。そうなった時に軸がぶれた時でも自分がちゃんと感じれてちゃんとリリースできるっていう、その練習方法っていうのを教えていただきたいです。フォームシューティングっていうやつを、僕が大学3年の時に特別指定で行ったチームで教えてもらったやつなんですけど、めちゃくちゃ有益情報来ました。最初、まあ、近い距離でわざと流れてシュートを打つ、はい、今ここにいて、ここにいて、リンクはここですね。左スタートだったら左側に一歩出してそのままシュートを打つとかで、これがどんどんレベルアップしていくと、左に、今左に一歩出してシュートを打ったのを左に飛びながらシュートを打つとか、まあ、後ろとかやっぱフェイダーウェイとかって結構認知されてるっていうか、はい、結構いろんな人がイメージが湧きやすいと思うんですけど、後ろに下がるから届かないとかっていう、はい、一番僕が教えてもらってなるほどなと思ったのは、前前に止まって前に出て推出する、リングに当てずに綺麗に決める、
ドリブルって言って止まって一歩出してシュート打つんですけど、これがなんとなく打つんじゃなくて、これをこうちゃんと狙ってまっすぐ決めるこの加減を感じるっていうか、なんか裏後ろとかだと意外ともう試合中練習中ライブ形式やった時に後ろはちょっと逃げながら打ったりとか下がりながら打ったりとかっていうので、なんとなくこうイメージが湧きやすいと思うんですけど、いざ前をこう綺麗に前に飛びながら決めてってなると、やっぱ指先とかって絶対大事になってくるし、体の連動性も、まあ、細かいことになるけど大事になってくると思うんで、前にステップしていかに決めきるかっていうのはすごい大事だなって思いました。今のフォームシューティングに加えてまたプラスであったらお願いします。一通り1本ずつぐらい、あ、お願いします。やってみます。はい、じゃあ最初はさっき説明した一歩横に出してシュート流れながら、わざと結構大きめに出して流れながら、横に飛びながら、横に飛びながら、で次はだんだん動いてって横にこう飛ぶ感じで3回飛んで2、3でシュート。全部の練習そうなんですけど、まっすぐにしようとしてグッて力入れて打つんじゃなくて、その日その日でやっぱり体の調子とか違うと思うんで、それを自分で理解するためにもう結構力抜いてわざと横に流れてタフショットになるぐらいのイメージで打って練習する方が試合とかで使いやすいかなと思います。ドリブルから止まって横でシュート、次は止まって前に行きながらシュート、あとは後ろも止まって、でちょっと距離を遠くしてって次はキャッチから、内側の足外側の足で外側に流れる、左右で右足の方に流れる、ありがとうございます。流れちゃってもその軸さえ理解できてればそれは逃げじゃないっていうことですよねと僕は思います。やったことないですけども多分めちゃくちゃ使えるってことは分かります。なんで皆さん一緒にやりましょう。はい、今の軸を大切にする、理解するっていうのがサラ君の中で一番大切にしていることだったと思うんですけど、これだけシュート練習してるんで軸以外にも要所要所で大事にしてる部分ってあると思うんですけど、そこをちょっと簡単に教えていただければ嬉しいです。大事にしてるのは、はい、連動。連動難しい。連動性っていうのは何でもスポーツやってる上で大事かなっていうふうに思うんですけど、バスケのシュートだとまあ単純にフリースローを打ちますってなって、よく足を使ってとか下半身を使ってとか全身の力でって言われることも多いと思うんですけど、はい、そのタイミングがいつかっていう僕の考えでは、シュートを構えてダーも上げて股関節も曲げて動作をこう分けていくと、この股関節をこう伸ばす、足を伸ばす動きとボールをずっとここで構えてる人はいないと思うんで、まあ高くてもディップしなくても高くてもボールを動かす動作っていうのが代表的に2つあると思うんですけど、これが、まあ、股関節なんですけど、足を伸ばす動作よりかはボールを持ち上げる方が、今はフリースローですけど試合中例えばドリブルした後とかキャッチしてボールピックアップして上に上げるってなったら、その方が絶対時間がかかると思うんで、例えば足を使いましょうって言ってボール構えて足を意識しすぎて足が先に伸びちゃうと、伸びきってるのにボールがまだリリースポジションに来ないっていう、まあ、ちょっとこれは極端にやるんですけど、足を使いましょうって言って先に足が伸びきっちゃうとこういう風に手だけ腕だけのシュートになっちゃうし、かといってボールをこう足が伸びる前に上に構えておいて
こう打つっていうと、まあ、それもちょっとぎこちないしっていう風になるんで、今言ったポイントをつなげる練習として僕がやってるのは、ボールをシュートハンドの足の膝の上にボールを置いて、手は指先じゃなくて手首の辺でこうボールを挟む感じで引いて、このまま上に上げるんですけど、これが遅いと先に膝が伸びちゃうんで、股関節の足が伸びちゃうんで、なるべく1回のリズムで引いて上に上がれるように、これが遅いと伸びてから足、下半身が伸びてからシュートってなっちゃうし、伸ばさないと上だけでこう投げるみたいになっちゃうんで、これを連動させる練習としてよくやってます。まず挟んで、これ単純な動きに見えますけど意外と難しいですよね。意外と多分慣れるまでは結構苦戦するんじゃないかな。はい、今2つ軸のことと連動させることを教えてもらったんですけど、今2つ体のことだったと思うんですけど、なんかスナップ系最後にあればお願いします。まあ、最終的にボールが離れるのは手からなんで、手、指からなんで、どこの指とかは結構いろいろ個人で意見が分かれるっていうか、いろんなルーティーンっていうかがあると思うんですけど、一番意識してるのは主観と客観。Oh my god。 自分が、まあ、思ってるイメージしてるのと他の人から見えてるので、こう分けた時に、ボール持ってる手の主観はグーでも、グーでは持たないんで、こうグーで持ってるイメージでパッ。よく手首ボールこう掴まない、握らないとか言われると思うんですけど、はい、ボールを持ってる時にやっぱり安定、ここが安定しないと力入れろっていう感じじゃないんですけど、グッて頑張るっていうよりかは安定させておかないと、やっぱりシュートも全身の力を使えたとしても、ここが安定しなかったら綺麗にシュート打てないと思うんで、ここはパーでこう力をダランって抜いてる感じじゃなくて、ちょっとグーに近いパーでここを安定させておく。あ、だからグーのイメージってことなんですか。そうするといくらこう手首をスナップを意識して軽く打ちましょうって言ってもずっと一緒だと思うんですけど、グーからパーにすると多分こうちょっと速くなるというか、うん、確かにのイメージでボール持ってて、こう最後主観でグーだったのをボールが離れていくと同時にパーにする。で、まあ、その時の指の位置は人それぞれいろいろあると思うんで、最後パーになった時にどこの指から離れていくのかっていう、だからこれはずっとパーで力抜いてて、こういう風に言っても多分ずっと同じ力っていうか、あんまり力を伝えるっていう意味ではやりにくいかなって僕は思うんで、ここを組むからパーでやるとなんか手首が使いやすいっていうのか、なんかよくあるスナップ効かしてるっていうイメージに近づくと思います。え、これめっちゃ有益情報じゃないですか。ありがとうございます。なんかこの単純な一個のシュートをいかに自分の中で課題を作れるか、フリースローにしてもやっぱりただ打ってて入る日もあれば全然入らない日もあると思うし、ルーティンがあっても入らない時もあると思うし、緊張して入らないとかっていう、それをなんか自分の中でどこをポイント、チェックポイントみたいなのを何個か作ってあげることで、より意識しやすい、そっちの方がチェックポイントが今クリアできてるから入るっていう風の方が、入らなくなった時とか、調子が悪い時とかに理解しやすい、分かりやすいかなって思うんで、まあ、最終的にはもう個人個人になると思うんで、自分でそういうのを見つけていくとか、自分なりのやり方をなんかちょっとずつ盗みながら作っていくっていうのが、やっぱシュート一番大事かなって思います。
はい、ということで今日はそらくんにシュート教えてもらったんですけど、やばくないですか今のこの回。まず自分的には本当に神回だと思ってるんですけど、まず最初に軸、シュートで一番大事なこと何ですかって言われたら足が大事っていうことがもうほぼもう8割ぐらい結構それ聞くと思うんですけど、まず軸が大事っていうのも、逃げたシュートとかそういうのをもう 今まで否定されてきたものだと思うんですけど、もうそれもあえて自分のものに取り込んで、ブレてる時はこういうシュートをどう、ブレてる時の練習してシュート決めれるようになろう、まあ、確かにそうって考えてみたら前後左右後ろどの状況に自分があっても入る状況を作ればそれは確かにめちゃくちゃ強い状況だと思います。に加えてやっぱその連動が大事だっていうのも、これは結構聞くことなんですけど、いざ連動が大事って言われてもどうしたらいいのってなる人がほとんどだと思うんですけど、もうそれも今回の練習方法で、あれも最初慣れるまでやっぱ難しいってそらくんも言ってたんですけど、慣れるまで練習して自分のものにすれば、そこからどんどん派生させて自分のリズムで連動させて打つことができると思うんで、もうこれもめちゃくちゃ有益で、3つ目に関してはもうリリースはもうどの指で打とう、この指で打ったらいいよとか、手首は柔らかく打とうとか、もうそういうことがほとんどだと思うんですけど、主観と客観に分けるっていう、もう何それみたいな感じのことで、確かに指で言ったらもうそれも人それぞれじゃないですか。やっぱりここで打った方が入るよとか、中指で打った方がいいとか、それも人それぞれだから、これこっちがやっぱり個人的に、こっちが一方的に言ってもあんま合わない人も多いと思うんですけど、やっぱそのね、このグー、自分の中ではグーっていうイメージで持って、リリースはパー、やっぱこの方がやっぱリリースの力も伝わりやすい。でそのリリースするとこの指は任せるよっていうのをやると、やっぱ誰にでも当てはまること。まあ、僕もね、そのサラ君に普段教えてもらってるわけじゃなくて、この動画を通して初めてシュートに関して学んだんで、もうなんかすごい興奮状態にあるんですけど、シュートに熱込めて練習してきたからこそこれだけのことが伝えれて、これだけこだわりがあるんだなっていう風に皆さんにも伝わったと思うんですけど、それをね、皆さんはね、ぜひ実行してほしいっていうか、そらくんは自分に足りないものを見つけて、課題、それを達成する目標でここまで身につけて、それをもう達成した状態で皆さんにもバーンって動画出してるわけですから、そらくんからしたら、まあ培ってきて練習してきたものをもう皆さんにもこうやって 無償で渡してるってことですから、もう本当に有益情報だと思うんで、もう明日からバスケできる環境があったら意識して、やっぱ意識するところから何事も変わるんで、まずはね、この3つ、軸、連動、リリース、もうこれ全部シュートに大事なこと全部教えてもらったんで、ぜひ皆さん、僕も一緒に頑張るんで、シュート苦手なんで一緒に頑張りましょう。それではご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。